英語学習の時間が始まりました。 How are you doing everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。最新ニュースで英語学習ということで、今回は NHK ワールドニュース、インド新年を祝うディワリ祭り始まるという英語ニュースを使いながら、私たちの英語力そして情報力アップしていきましょう。まずはじめにこのニュース字幕ありで確認して、ニュースの内容概要を捉えていきたいと思います。次に音読練習しながらしっかりと英語を話す練習をして、スピーキング力を高めながらニュースに出てくる難しい単語表現、そしてニュースの内容を確認して、英語力スピーキング力そして情報力アップしていきましょう。3番目は字幕なしでもう一度同じニュースを見て、しっかりと英語のリスニングだけでしっかりと聞き取れるのかどうか、リスニング力を中心にアップしていきましょう。そして最後にスピーチ練習ということで、 Google の自動翻訳機能を使って自分の英語でこのニュースから得た情報そして感じたことなど英語でスピーチする練習をして、実践的な英語力を高めていきたいと思います。このスピーチ練習ですけれども、例えば英検1級の二次試験ですね、1分間でテーマも選んで2分間そのテーマについて英語でスピーチするというハードルの高い面談テストがあります。そのテストのですね、対策にもなりますので、ぜひ動画最後までご覧いただいて、一緒に英語力と情報力を高めていきましょう。英検9カジチャンネル、英語が学習に使えるな、情報も取れるな、なんて思った方は、ぜひ迷わずチャンネル登録、そして高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いします。それでは早速 NHK ワールドニュースを使って、インド新年を祝うディワリ祭り始まるというニュースで、英語力と情報力をアップしていきましょう。Let's get it started! さあでは、この左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿を使いながら、まず内容を確認してみましょう。Let's try to understand the outline of this news with English subtitles. Before we go, people across India celebrated Diwali, the festival of lights, on Sunday. Diwali marks the start of the Hindu New Year and is held in October or November. In the capital, New Delhi, illuminations decorated shopping streets and houses, creating a magical atmosphere.Many people visited temples at sunset, lit candles, and prayed for good health, fortune, and world peace. We should avoid war. There's no need for it. We can all unite and be together. So why should there be conflict? I just want to say, don't fight. Be in peace.さあどうだったでしょうか。一度字幕ありでこのニュース、インド新年祝いディワリ祭り始まるっていうニュース見てみましたけれども、ニュースの内容概要を捉えることができましたでしょうか。では次はですね、この右側の原稿を音読しながら英語を話す練習をして、スピーキング力アップしながら難しい単語や表現そしてニュースのですね意味を確認して、しっかりと情報力アップ、英語のスピーキング力アップ、単語表現力アップしていきましょう。ではこの部分ですね、Before we go, people across India celebrated Diwali, the festival of lights on Sunday. ということで、番組が終わる前にインドの人たちですけれども、日曜日に光の祭りと呼ばれるディワリ祭りですね。インドのディワリ祭りをお祝いをしている、したということですね。次ですけれども、Diwali marks the start of the Hindu New Year and is held in October or November. ということで、インドのディワリ祭り。というのはインドのヒンズー教のですね、ニューイヤー、新年を祝う祭り、新年がスタートする祭りであるということと、オクトバー・ノベンバー、10月か11月に今毎年始まるということですね。インドヒンズー教の新年を祝うお祭りがデュアリ祭りというんですね。覚えていきましょう。In the capital New Delhi, illuminations decorated shopping streets and houses, creating a magical atmosphere. ということで、首都のですね、インドのニューデリーでは、まあ、たくさんの、装飾品がですね、こういった光の装飾品が、街中とかですね、家とかショッピングセンターなどをデコレーションして、そして街がマジカルアトモスフェアですね、なんか幻想的な雰囲気に包まれているっていう感じですね。さあではここ、押さえておきたい単語表現ですけれども、難しい単語特に使われてないですね。
では次、ここ見ていきましょう。 Many people visited temples at sunset with candles and prayed for good health, fortune and world peace ということで、たくさんの人たちがですね、日が暮れてから寺院を訪れて、そしてキャンドル、ろうそくに火を灯してですね、そして健康とか、まあ、幸運とかですね、そして、まあ、ワールドピース、世界平和を祈ったということですね。そして一人の女性が、We should avoid war. There is no need for it. We can all unite and be together. So why should there be conflict? I just want to say, don't fight, be in peace ということで、女性がですね、私たちは戦争を避けるべきということを言ってますね。まあ、ウクライナとか、イスラエルですね、ガザ地区、大変なことになってますけども、まあ、戦争を避けるべき。そしてそんな必要ない。戦争なんかいらない。と女性言ってるんですね。そして、all unite。まあ、一つにですね、世界がなって、そして一緒になって、そして、なぜ、コンフリクト、争いがあるんだ。ということですね。そして、I just want to say ということで、戦うなと言いたいと。そして、be in peace。まあ、平和にいようと。まあ、こういうことですね。さあ、どうでしょうか。ここも特に難しい単語を使われていませんね。では、このニュース、しっかりとですね、内容、インドのですね、ヒンズー教の新年を祝う祭り、デュワリ祭りが始まっているということで、例年、10月、11月に始まるということですね。そして、街中はこんな感じで、ネオンでですね、きらびやかに装飾がされているということですね。そして、まあ、女性なんかですね、健康、そして繁栄を祈るとともに、そしてやっぱり世界平和ですね、be peace、ワールドピースということで、まあ、世界平和を祈っているということですね。それでは次はですね、3番目、字幕なしで、このニュースもう一度見てみましょう。今学習した内容をしっかり捉えましたので、次は英語のリスニングだけ字幕なしでしっかりと聞き取って理解できるのかどうかチェックしていきたいと思います。しっかり集中してこのニュースを見て、特にですね、英語のリスニング力アップしていきましょう。それでは Let's try to understand every details of this news, but this time only by listening English without English subtitles. Let's try itBefore we go, people across India celebrated Diwali, the festival of lights, on Sunday. Diwali marks the start of the Hindu New Year and is held in October or November. In the capital, New Delhi, illuminations decorated shopping streets and houses, creating a magical atmosphere. Many people visited temples at sunset, lit candles, and prayed for good health, fortune, and world peace.We should avoid war. There's no need for it. We can all unite and be together. So why should there be conflict? I just want to say, don't fight. Be in peace. さあどうでしょうか。字幕なしでもう一度ニュース見てみましたけれども、しっかりと英語のリスニングだけでですね、内容理解できましたでしょうか。聞き取れるまで何度も何度もですね、聞いてしっかりと自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音のリズムに鳴らしてですね、リスニング力アップしていきましょう。それでは次はですね、4番目、スピーチ練習やっていきたいと思います。Google 自動翻訳を使って自分の英語でこのニュースから得た情報、そして感じたことをスピーチする練習していきましょう。この練習ですけれども、英検の二次面談試験ですね、スピーチ試験にも役立つと思いますので、ぜひ一緒に皆さんも、視聴者の皆さんもやってみてください。それでは、やり方を説明したいと思います。Google 自動翻訳を使っていきますけれども、今画面に映っている Google 自動翻訳ですね、これを使ってやっていきます。この左側、言語を検出するという方を英語に設定して、そして右側の翻訳を日本語に設定します。このボタンで言語を入れ替えたりですね、これをクリックするといろんな言葉選べます。これは英語の学習ですので、左側言語を検出する方を英語にして、右側日本語を設定します。そして次にこのボタンですね、音声入力による翻訳というボタンを押すと、青く光ってお話しくださいと出ます。そしたらですね、このニュースから得た情報、そして感じたこと、英語の学習ですので、英語でスピーチしてみましょう。そうすると、Google がそのまま聞き取って、左側に英文、右側にその日本語訳、
すぐに表示してくれます。一度例として英語でスピーチしてみたいと思いますので、こんな感じっていうことでですね、感覚つかんでいただけるといいと思います。では行ってみましょう。 Hello everybody, let's improve our English abilities together step by step. It is very good for us to improve our English skills to try to make our speech by our own English. こんな感じで、話すとですね、話した英語、Google が聞き取ってくれて、左側に英語、右側にはその日本語訳、瞬時に表示してくれます。そしてスピーチが終わって、もう一度このボタンを押すと、録音が終わって、次に右側にですね、停止ではなくて、この音声を聞くというボタンが出ます。次にこれを押すと、今度は Google が上手な英語で、この左側の英語、つまり自分のスピーチをそのまま音読してくれます。その Google のスピーチを聞きながら、右側の日本語訳と照らし合わせて、しっかりとですね、自分の英語、発音、アクセント、リズムも含めてですね、そして使っている単語表現、そして話している内容も伝わっているかどうか、音声を聞きながら、右側の日本語訳と照らし合わせて振り返ってみましょう。こんな感じですね。このボタンを押すと、Hello everybody! Let's improve our English abilities together step by step.It is very good for us to improve our English skills to try to make our speech by my our own English. Google 自動翻訳の機能を使ってですね、スピーチ練習をやっていきたいと思います。そして振り返った後はですね、しっかりと伝わっていないところ、間違えているところがあれば、この英語の文章、画面上で修正できますので、正しく直して、そしてもう一度このボタンを押して、Google の音声を聞く。そして次はそれで終わりではなくて、もう一度その修正した英語を自分の言葉で音読する。音読することによって英語を話すことになれますし、そしてニュースから得た情報ですね、しっかりと自分の口からアウトプットしてますので、情報として記憶にも残ると思います。そして何よりも自分の英語でスピーチしていますので、実践的な英語力ですね、実践で必要となる情報や思ったことを自分の英語で相手に伝えるという日本人がですね、苦手と言われている、スピーチ力、英語でのスピーチ力もどんどん高まっていくと思いますので、非常におすすめの学習方法です。ポイントは2つあって、まず1つ目はですね、スピーチをする前にしっかりとどんな情報があったのか、どんなことを感じたのかということをまとめてからスピーチしましょう。たまにですね、英語話せないんです、勉強してるけど話せないっていう方がいるんですけども、実はですね、英語は話せるんだけれども、話す内容、話す言葉、話す内容とかですね、話す情報っていうのがまとまってなくて、言葉がなかなか出てこないという方がいますので、しっかりと、情報や感じたことをまとめてからスピーチしましょう。これが第1点目ですね。そして2点目は、ワンポイントインワンセンテンス。できるだけ一文を短くして、そして、ポイントは一文の中に一つだけ入れるというこの原則を守ってスピーチをすると分かりやすいスピーチになるんじゃないかなと思います。それでは、インドのデュアリフェスティバルについてのですね、ニュースから得た情報、そして感じたことを自分の英語で、私もこのボタンを押してスピーチ練習したいと思いますので、画面の前の視聴者の皆さんですね、ぜひこの Google 自動翻訳の機能を使ってスピーチ練習やってみてください。では行ってみましょう。Let's try to express our opinion and information we got from this NHK World News by our own English. Let's try it.I got information from this NHK World News about Indian festival called Diwali. Diwali is called Light of Festivals, and this Diwali festival is to celebrate New Year in Hindi religion in India. According to the footage, cities...like New Delhi's are decorated with many lights, and it is creating magical atmosphere. According to this news, many people visit the temple with candles and pray for world peace as well as health and prosperity. This information I got from this NHK World News. ThisDiwali Festival is often held in October or November.
That's all information I got from this NHK World News. こんな感じで、ニュースから得た情報ですね。自分の言葉でスピーチしてみました。このように Google が聞き取って左側に英語、右側に日本語訳を表示されていますので、次はですね、この音声を聞くというボタンを押してしっかりと伝わっているのかどうか、英語と日本語で自分のスピーチ振り返ってみましょう。Let's review my original English speech. I got information from this energy where the news about Indian festival called Diwali. Do you already is called light of festivals? And this Diwali festival is to celebrate New Year. In Hindi religion in. ちょっと通信の関係で止まってしまいましたけど、もう一回ですね、聞いてみたいと思います。I got information from this energy where the news about Indian festival called Diwali. Do you already is called light of festivals? And this Diwali festival is to celebrate New Year. In Hindi religion in India. According to the footage, cities, right? New deliveries are decorated with many lights, and it is creating magical atmosphere. According to this news.Many people visit to temple with candles and pray for world peace as well as health and prosperity. This information I got from this NHK World News. This you are. こんな感じで、しっかりと自分のですね、スピーチをまず英語と日本語で振り返って、伝わっているところ、伝わっていないところを把握しましょう。そして次はですね、この左側の英語、画面上で修正できますので、正しく直して、もう一度 Google の上手な英語を聞く。そして聞いた後は、もう一度音読をして、今度は完璧に伝わるように、しっかりとアクセント発音なんかに気をつけて、音読をして英語を話すことに慣れて、スピーキング力、どんどん高めていきましょう。それではまず、この左側の英語、修正したいと思います。こんな感じで、左側の英語を修正してみました。では次はですね、修正した英語をもう一度 Google の上手な英語で、英語を聞いてみましょう。I got information from this NHK World News about Indian festival called Diwali. Diwali is called Light of Festival. And this Diwali festival is to celebrate New Year in Hindi religion in India. According to the footage, cities like New Delhi are decorated with many lights, and it is creating magical atmosphere. According to this news,Many people visit to temple with candles and pray for world peace as well as health and prosperity. This information I got from this NHK World News. This festival is often held in October or November. That's all the information I got from this NHK World News. こんな感じで修正した英語を聞いて、次はですね、最後に、左側の英語。もう一度音読をして、今度はですね、100% 完璧に伝わるように、発音、アクセント、間に注意しながらですね、ネイティブになりきって、音読をして、英語を話すことになれて、スピーキング力を上げていきましょう。今見ていただいている視聴者の皆さんもですね、声が出せる方は、ぜひ一緒に英語を話して、そしてスピーキング力と情報力アップしていきましょう。では、この部分からですね、行ってみたいと思います。I got information from this NHK World News about Indian festival called Diwali. Diwali is called Light of Festival. And this Diwali festival is to celebrate New Year in Hindi religion in India. この最初の部分はですね、ニュースから得た情報で、インドで今、Diwali 祭りが行われている。Diwali 祭りというのは、まあ、光のお祭りだということで、インドのヒンズー教でですね、New Year、新しい新年を、お祝いする祭りということですね。では次ここ行ってみましょう。According to the footage, cities like New Delhi are decorated with many lights and it is creating magical atmosphere ということで、映像によるとですね、NHK ワールドニュースの映像によると、ニューデリーのような都市がですね、たくさんのライトでデコレート、装飾されていて、そしてマジカルアトモスフィア、まあ、幻想的な、雰囲気を、まあ、醸し出しているということですね。では次、この部分行きましょう。According to this news, many people visit to temple with candles and pray for world peace as well as health and prosperity. ということで、ニュースによると、たくさんの人たちがですね、寺院をキャンドル、
ろうそくとともに訪れて、そして世界平和とかですね、健康とか繁栄、そういうものを祈っているということです。This information I got from this NHK World News, this festival is often held in October or November. That's all the information I got from this NHK World News. ということで、このデュアリ祭りですけれども、まあ、通常10月とか11月に行われるということですね。こんな感じで、Google 自動翻訳のですね、翻訳機能、自動翻訳機能を使うと、自分の言葉でニュースから得た情報や感じたことをですね、英語で話す、実践的な英語力の、英語力を鍛える練習になりますので、ぜひ皆さんもですね、活用してやってみてください。まあ、こういったスピーチ練習ですね、まあ、英検試験、英検の二次試験なんかでも、面談で、英語でスピーチをするという試験がありますので、その練習にもなりますので、ぜひ皆さんもですね、この Google 自動翻訳を活用した英語学習、トライしてみてください。いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースの英語学習、NHK ワールドニュースを使ってですね、インドで新年を祝うデュアリ祭りが始まったというニュースを使って、私たちの英語力と、そして情報力、アップしてみました。皆さんはですね、このニュースからどんな情報を得て、どんなことを感じましたでしょうか？引き続き、英検一級漢字チャンネルに、英語力アップ、情報力アップにつながる動画、どんどん上げていきますので、ぜひ、いいなと思った方はですね、英検一級漢字チャンネルのチャンネル登録、そして、高評価ボタンのクリック、よろしくお願いいたします。一緒に、英語力、情報力、どんどん高めていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. I hope you enjoyed it and we could learn new English vocabularies and expressions as well as expand information knowledge. This time it was about festival called Diwali, Hindi festival in India. I hope you will check my next video as well. Thank you for watching. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.